小川内淳は、日本のプロレスラー、元リングアナウンサー。登竜門の発揮生として、メキシコへ渡り、T2P のメンバーとして2001年5月18日に、対、近藤修二戦でデビュー。T2P メンバーとして、登竜門ジャパンの巡業に帯同して、タルとのシングルで対戦。破れ走ったものの、タルや他のクレイジーマックスのメンバーから検討を、評価される。しかし、 怪我で欠場中に T2P は解散してしまう。そのため T2P のメンバーはジャパンに編入されて復帰した小川内は C マラに C マックスへ勧誘されて T2P を解散に追い込んだジャパン勢を逆恨みしていたことから一旦派を拒否するが最終的に C マックスへ加入してリングネームを順位へ解明する。その後は同期のライバルであるコンドーラと交渉を 行い将来を職望されていたものの、追間版ヘルニアを患い欠場、2004年に引退する。引退後は、ドラゴンゲートには追随せず、ドレアガンドアで、リングアナウンサーとして復帰、ライブドア問題を受けて団体が、プロレスリングエルドーラドとなった後は、海賊船長のギミックで、リングアナウンサーを務める。2009年10月20日、プロレスリングシークレットベース。 新規バファーストリング大会で復帰して約5年ぶりとは思えないキープされた肉体と動きを披露。その後、シークレットベースで本格的に現役復帰。ありがとうございます。